それではこの動画から近畿地方まずは中部とも接する滋賀県を見ていきたいと思います滋賀といえばここにブワンとあります日本一大きな湖琵琶湖が有名やねでも滋賀って琵琶湖だけじゃなくて実はものすごく重要な位置にあるんですちょっと昔歴史を遡ってみるとこれ何回も出てきました五紀七道という地図です 昔は京都か宮古で近畿地方が中心やったわけやね。そしてこの昔の地図で滋賀県を見てみると、ここです。昔滋賀県は近江と言いました。で、この近江を見てみると、7道のうち3つ、東日本の3つやね、北陸道、東山道、東海道が実はすべてこの近江に接していると、近江に入ってくると。 まなので近江今の滋賀県というのは実は地図全体を見てもわかると思うけど日本のこう中心的な位置にあったわけね戦国時代っていうのは近江を制するものは天下を制すとまで言われましたこの動画では琵琶湖だけじゃなくてそういう日本の中心的な位置に実はある滋賀県を見ていきたいと思います それまずいつも通り県庁所在地を確認すると県庁所在地はもうほとんど京都側ですここにある大津市が県庁所在地になってきますそしてこれもまた大津市からこっちの方ね琵琶湖の南部に平野部が広がっていますよとここの平野部のことを近江盆地と言います盆地になってるんやねつまり ここには三重との県境には鈴鹿山脈という山脈があってまだこれも少し山,が山合いになっていくんやね北部の方も山だらけになっているので実は滋賀県の周りを山に囲まれているような地形になってるんですそして真ん中に琵琶湖があってまた山に囲まれているのでここ盆地です近江盆地という盆地がありますこのよとこういう地形になっています それじゃあいつも通りこの滋賀県でどういう産業が盛んかっていうとやっぱり昔は近江っていうのは日本の中心でしたえそしてさらに京都や大阪そして名古屋のまあこれは尾張と昔は呼ばれていたわけねえそういった大都市に挟まれて食を支えるようなところだったんですつまり昔は農業が盛んでしたまあその中でも稲作やね大近江いというお米があるんです ま今ももちろん作られてるけどねところがこれが変わってきますえ日本の中心だった滋賀が変わってしまうんですどういうことかっていうとま近江っていうのはこの稲作米作りとともに商人の町でもあったわけねま近江商人といえばめちゃくちゃ有名ですそして近江商人の人たちは行商をしていたわけね全国を渡り歩いていろんなものを売ってた商売をしていたわけえ近江の人たちっていうのは基本的に いろんな道に接しているので逆に言うと自由に出ていってしまうんですそういうことでこの滋賀っていうのはしばらく前までは人口が減少している県でしたそういう流れの中で昔は盛んだった稲作や農業っていうのもだんだんだん衰えていってしまいますそっから離農離農っていうのは農家をやめてしまうね あと兼業農家他にも一緒に仕事をするような農家にどん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 この近江の農家っていうのは変わっていきましたところがこれはしばらく前にまた流れが変わってきましたここの大阪や神戸を中心とした阪神工業地帯そしてこっち名古屋を中心とした中京工業地帯が発達してくることで その中間にある滋賀県というのはやっぱり注目されていくようになったわけね。そしてどん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 この滋賀県に人が入ってくるようになったんです。現在滋賀県というのは全国でも数少ない人口が増えている県になってきます。まあそういう中で農業っていうのも今は形を変えて、まあこれも他の農業が盛んなところにちょっと押され気味ではあるんやけど米作りの中心だったものが 近郊農業へと変わっていきました。これ前も出てきたよね。近郊農業へと変わっていきました。まなので大都市である大阪や京都、神戸とか名古屋に出荷できるような鮮度が問われる新鮮な野菜とか果物とか草花とかそういうものを製作するそういうものを作る近郊農業へと変わっていったんです。 それじゃあ工業はどうか。これは農業を見ていきたよね。工業はどうかっていうと、これもやっぱり一緒で、昔はこれを見たことがあるかな。あ、おじいちゃんちにあるやつやんっていう人ももしかしたらいるかもしれません。死柄木焼きです。まあ死柄木焼きっていうのは焼き物だよね。別にこの タヌキばっかりを作っているわけじゃないんやけどこのタヌキが一番有名になっています多分全国的に知られるものやねですこの信楽焼,焼きぐらいしか作るもの製造業っていうのはなかったと言ってもいいぐらいやってんけどだん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 やっぱりこの阪神工業地帯と中京工業地帯が近代になって発展してくることでこの滋賀県っていうのも工業化が進んできました特に機械工業が盛んなわけね。え大津だったり あとこの琵琶湖の東側のちょっと書いてないけど立冬っていうところとかそういうところは第二次産業工業が盛んになってきています滋賀県っていうのは二つの大きい都市圏に挟まれて人口の面でも産業の面でも成長してきている県なわけねそしてやっぱり最後に滋賀県で話しておきたいのは琵琶湖ですちょっと最後に琵琶湖の話もしておきましょう大きい地図です この琵琶湖をよく見てほしいんやけど琵琶湖から線で出てるのよねこれは何でしょう川やねなんと琵琶湖に入ってってるか出てってるか琵琶湖とつながっている川なんと500もあるそうなんです500近くの川がこの琵琶湖と接していますところがこの500の川のうち琵琶湖から出ていく川流れとして出ていく川って 瀬田川っていう川だけなんよ。瀬田川。これもっと分かりやすい言い方をすると、瀬田川は滋賀県内での呼び方になります。瀬田川は大阪の方まで行くと、これ、淀川っていいます。関西の人は淀川やったら知っていると思います。この瀬田川、イコール、淀川しか、実は琵琶湖から出てっている川の流れってないんです。それ以外の川は全部入ってきていますよと。 まなのでこの琵琶湖の汚染とかも問題にはなってるんやけどえそれと同時にやっぱりこの琵琶湖の水をもっとうまく使っていこうというところで人工的なま川というか水路が作られましたえ特にこの淀川っていうのは大阪の方に出てっているので京都の方に流れるような水路っていうのがもうこれ明治の頃に作られたんですえその琵琶湖から京都の方に出ていくえ作られたえ水路のことを 琵琶湖ってちょっと漢字で書けるようにしたからね。疎水です。で、ここに写ってる絵。これどこかわかる人はなかなかいないと思うんやけど、哲学の道って知ってるかな。ま京都に住んでいる人は知っている人は知ってると思うんやけど、ここの道、この水路です。 これ、琵琶湖疎水です。今でも京都の上水道として使われています。え、こういうふうに、琵琶湖疎水、そしてさっき見た大阪の方に流れている淀川、まあ、汚い汚いという人もいるとは思うんやけど、やっぱりこれだけの水量、日本で一番大きな湖なので、琵琶湖っていうのはこの滋賀県だけじゃなくて、近畿地方全体にとって重要な水源、え、水になってくるんです。ま、なので、この琵琶湖のこと。 近畿の水亀とか行ったりします。京阪神の水亀とか行ったりしますよと。水メってま水が入っている亀ね、ここに水をためてくれているってことなんです。琵琶湖っていうのは近畿地方全体にとって、土俵もなく大事な湖なわけね。